ここさえ間違わなければ大きく外すことはないかなと思っています。こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の春のデニムコーデをですね、皆さんに具体的に3つご紹介してみたいなというふうに思っています。まあ、デニムというのは僕ら大人世代にとっては一番馴染みの深いですねボトムスかなと思っています。他にもですね、スラックス系のものもあればワイドパンツのような旬なものもありますが、その中でもですね、ベースとしてやっぱりしっくりくるのはですね、デニムだという方は少なくないかなと思っています。ただこのデニムというアイテムは今のトレンド的なアイテムというよりは定番的な位置づけであって、あまり旬なものではないんですね。とは言ってもいつの時代にも必ずあるものですし、僕ら世代にとっては安心感のあるものなので、これをいかに使いながら春のコーディネートを構成するのか、こういった部分もですね、気になっている方は少なくないのかなというふうに思っています。ということで今回の動画ではこの定番アイテムであるデニムを使いながら、ベーシックかつほんのりですねトレンド感が漂うようなコーディネートが皆さんにご提案できればなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは主に大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者的なアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下のですね詳細欄にリンク貼ってありますので、よかったらチェックをしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでまず一つ目のコーディネートから解説をしたいなと思ってるんですが、このスタイルはですね、正直定番中の定番で全くトレンド感のないような、もう本当に基本的な着こなしになるかなと思っています。簡単に解説をしますと、まずは上半身はネイビーの無地ジャケットですね。こちらもですね、メンズファッションにおける超定番的なアイテムなんですが、こちらを一番上に羽織りながら、内側にはですね、丸首のプリント T シャツを着ています。まあ、僕は今プリント T シャツを着てますが、これはシンプルな白の無地の T シャツでもいいかなと思いますし、あとはですね、ブラックだとかそういった T シャツでも相性がいいかなと思っています。そしてボトムスにはブルージーンズですね。まあ、ブルージーンズにも様々な色味があるんですよね。濃いものもあれば、もっと薄いものもあるんですが、僕がですね、やっぱり定番的で使いやすいなと思っているのは、これぐらいのですね、ベースは結構濃い色なんですが、ももだとか膝に少し色落ちが感じられるような、これぐらいの色味がですね、なんだかんだでどんな時代にも使い勝手がいいかなと思っています。まあ今のトレンド感というところを意識すると、もっと明るめのデニムも多かったりしますし、あとは最近のプラス J なんかを見ていただくとわかる通り、かなり濃いですね、色落ちのしてないデニムみたいなものも最近は少しずつ増えているので、このあたりは時代によってどれが一番旬なのかは変わってくるんですが、そういった時代の流れに関係なく、ある程度定番的に使えるのが、こういった僕が今履いているような少し色落ちのしたようなジーンズかなと思っています。今回僕が履いているものは皆さんにとっても一番馴染みの深いですね、ユニクロのスキニーフィットのデニムなんですけども、こういった足に適度にフィットしたデニムは1本あると間違いがないかなと思っています。まあ、1本あればですね、しばらくは使えるんですが、やっぱり体型が変わったりだとか時代が変わってくると微妙にシルエットだとか、あとは丈の長さのですね正解が変わってくるので、少なくともですね、3、4年に一度ぐらいユニクロのデニムをですね、買い替えてあげるとバランスがいいかなと思っています。で、足元は見えてなくて申し訳ないんですが、今回はブラックのレザースニーカーを合わせてみました。まあ、こういったデニムに合う靴なんですが、基本的にはこういったスニーカーの中でも、きれいめな方がバランスがいいかなと思っています。特に僕が今回履いているようなブラック系のレザースニーカーは、スニーカーの中でも一番きれいめなので、こういったものを合わせてもらえば、結構ですね、今回の着こなしでもビジネスカジュアルでも使える方がいるぐらいですね、結構きれいめなスタイルになるかなと思っています。もう少し砕けた感じだとか、春らしさを出したい時には、白のレザースニーカーでもいいかなと思うので、こういったブルージーンズに合わせる靴としては、ややきれいめというところを意識してもらうとバランスがいいかなと思っています。このスタイルというのはまさに定番中の定番的なスタイルで、春に活用できるデニムのスタイルとしてはですね、1個持っておくと便利なのかなというような着こなしになっています。この着こなしにちょっと不足感を感じる方は、どのようにバランスを取るのかというと、例えばですね、腕元に時計を入れてみたりだとか、あとはバングルのようなアクセサリーを入れてみるのもいいかなと思いますし、
あとはサイズ感で遊ぶのも一つの手かなというふうに思っています。僕の今回のスタイルは定番的なタイトシルエットになってるんですが、ジャケットですとか内側に着てる T シャツのサイズを少しゆったりめにしてみるだとか、こういったサイズ感を変えるだけでも今っぽいスタイルにはなりやすいかなと思うので、このスタイルをベースに皆さんなりに遊んでみるのもいいかなと思いますので、まずは春のデニムコーデの鉄板としてこちらのスタイルもですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートを解説したいなと思ってるんですが、今回の主役はこの上半身のですね、ナイロンジャケットですね。僕が着てるのはアークテリクスのスコーミッシュフーディーというモデルなんですが、こちらを使ってデニムとのコーディネートを組んでいました。このナイロンジャケットというアイテムはかなりカジュアルなので、その一方で内側はですね、黒の丸首のニットを入れることで少しですね、綺麗めな要素を足すようにしました。で、上半身が黒のナイロンジャケットと黒ニットということで少し重ためになるので、襟元だとか裾からですね、白 T を少し覗かせることで軽めな印象になるようにバランスをとっています。で、下はブルージーンズですね、先ほどと同じものを合わせています。で、足元に関しては今度はですね、白レザースニーカーを合わせながら着こなしの中にですね、春らしさというところを取り入れるようにしています。この着こなしもサイズ感としてはですね、ベーシックでトレンド的なものではないんですが、大人の男性にはですね、馴染みのあるスタイルとして結構使い勝手がいいのかなというふうに思っています。やっぱりですね、細身のデニムを合わせる場合には、なんだかんだで王道感のあるスタイルがすごくハマりがいいかなと思っています。トレンド感というものを追い求めるのもいいんですが、こういった王道的なスタイルにもやっぱり需要があるかなと思いますし、着ていて安心感があるので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。この着こなしをそのまま真似てみるのもいいかなと思いますし、もう少し春らしさを出したいのであれば、内側に着てるニットを白に変えてみるのも結構バランスがいいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3つ目のコーディネートなんですが、今度はですね、上半身にシャツアウターを持ってきてみました。これはですね、今回ご紹介する中では一番トレンドに寄ったものかなと思ってるんですが、それでもですね、サイズ感に関してはあえて思い切ってですね、ビッグシルエットに振るのではなくて、ベーシックなサイズ感にしているので、割とベーシック好みな大人の男性にはですね、似合いやすいスタイルかなと思っています。上に着てるのはシャツアウターで、その内側にはですね、ストライプ柄のバンドカラーシャツを合わせています。まあ、このシャツに関してもですね、サイズ感はジャストになってるんですが、襟元がバンド状になっていまして、旬な雰囲気を漂うシャツになっているので、割と上半身はちょっと今っぽい要素があるんですけども、サイズ感に関してはオーソドックスなので、そこまでですね、難易度は高くないかなというふうに思っています。まあ、今回3つご紹介したスタイルの中では一番トレンド的にはなるんですが、結構簡単にですね、トライしやすいスタイルなのかなというふうに思っています。特に今回はですね、デニムを使ったコーディネートなので、一番わかりやすいのはアウターに関しては濃いものを選ぶということ、ここさえ間違わなければ結構ですね、大きく外すことはないかなと思っています。一番最初のスタイルはネイビーのジャケットを着てましたし、その次はブラックのナイロンパーカー、そして今回はナイロンのシャツアウターということで、デニムにはですね、濃い色を合わせてもらうのが割とバランスがいいかなと思っています。もしくは白だとかオフホワイトのような思い切って明るい色を選んでもらうと、爽やかな要素を足しやすいかなと思うので、そういったものを選んでもらうといいかなと思っています。下半身はデニムを合わせて、足元は白のレザースニーカーというところで、上半身が重めの色合いなので、少しこういった小物で明るさを足してあげると、デニムのスタイルというのがカジュアルに振りすぎないで大人っぽく使えるかなと思いますので、ぜひこのスタイルもですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあ、いずれにしろこのシャツアウターというアイテムは様々なスタイルに使いやすいんですね。ベーシックなデニムスタイルにも合いやすいですし、少しゆったりめのスラックスなんかにも合いやすいので、まだ持ってない方はですね、ぜひトライをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では大人の男性におすすめのですね、春のデニムコーデを具体的に3つご紹介させていただきました。どのスタイルもですね、結構定番的なので、多くの大人の男性には使い勝手がいいかなというふうに思っています。まあ、デニムを使った着こなしというのは定番的なスタイルなので、そこまでですね、サイズ感はオーバーにしすぎないで定番的なサイズを選んだ方がやっぱりバランスがいいのかなというふうに思っています。そしてデニムというアイテムがカジュアルなので、その他に合わせるアイテムに関してはちょっと綺麗めな要素をですね、混ぜ込んでもらうとバランスがいいのかなというふうに思っています。具体的にはシャツですとか、あとはジャケットですとか、ニットですとか、
こういったものが全身の中に一つでもあると結構デニムとのバランスが取りやすいかなと思うので、頭の片隅に置きながら、こういった定番的で王道なスタイルもですね、皆さんには楽しんでいただきたいなというふうに思っています。今回のスタイルはどれもですね、定番的な要素が強いので、そこまでですね、目新しいものではないかなと思うんですが、意外とですね、こういった王道で鉄板のスタイルというのはいろんな方に安心感があって受け入れられやすいスタイルなのかなというふうに思っています。これからもですね、こういったベーシックなスタイルですとか、あとはトレンド感のあるスタイルですとか、様々なスタイルをですね、こちらの動画の中ではご提案していきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。